はい、白州書道会の皆さんこんにちは、小学生中学生の皆様が美しいペン字の文字を、身につけていただくために、私はこのようなソフトを作っておりますのでぜひ活用してください。わかりやすく、こちらに動画でご説明していきます。まずインターネットでですね、例えば Google でも Yahoo でもいいんですけど、ここでですね、例えば Google ですとこのように表示しまして、ここでペン字のこのペン字の花道っていうので検索しますと、一番上にですね、無料から練習ができる通信教育講座ペン字の花道ってあります。ここをクリックします。そうするとこのような画面が出てきます。でこのような画面が出ましたら、白州会の会員の皆様には、はい、この右上画面にログインというボタンがあります。こちらを押しますとこのように表示されます。そうするとメールアドレスとパスワードを入れてください。メールアドレスはですここにですね、皆様 PDF でご案内してますように、ここにですね、中本@ensk.co.jp って、私のメールアドレスをここに打ってください。でここに私が今使ってます、パスワードそうしますとこのようなこう画面に変わります。美文字レッスンをしますと、いろんな動画の説明がご覧になることができます。で皆様はですね、ご自分で習いたい、お手本を作って勉強するためには、この練習帳作成って、ここを選んでいただくんですよ。練習帳作成のとこをクリックいたしますと、はい、ご覧いただいてますように、ここに練習文字の入力ができるようになります。これから、ここは、漢字の方がいいですね。これから、寒い冬到来と、これ打ちますね。そうすると今これ9文字ですよって表示が出ました。でこの9文字をですね、どのように表示するかって、このパターンがありますね。横に表示したりとかですね、これは縦方式だったりとかですね。で9文字、例えば縦ですと、縦12文字まで入りますから、これを選びますね。要は文字数には、ここにこれから寒い冬到来っていうのは9文字ですから、9文字収まるようにはそれより多いマス目を選ばなくちゃいけませんので、12文字のマス目を選びました。ここへ選択しておいてですね、そしてこのダウンロードとこのボタンを押していただきます。そうするとですね、はい、こちらに画面かかりまして、これを押しますとこれをですね、これから寒い冬到来と、こういうふうなお手本でるんですね。ここにはですね、小学校6年生まで習う漢字については全て書き順が振ってます。そして2行目にはですね、なぞって勉強をしていただく、そして次の行からですね、自分で考えてこう書いていただく、こういったお手本ができるようになっております。全ての文字、どんな文字でも大丈夫です。皆様が使っていらっしゃるパソコンの文字数、例えば MS 明朝とか MS ゴシックというのは、第一水準、第二水準、外字含めて約7400文字が、パソコンからプリントできるようになっておりますけど、それと同じ文字すべて、私がこのように、ペン字で書きまして、フォントとして作り上げてここに表示されるようになっています。ですからどんな難しい漢字でも結構です。先ほどの文字入力のとこから打っていただくと、こういったお手本ができます。そしてこれをですね、印刷していただければいいわけですね。ここに、印刷のアイコンがありますが、これを押すと皆さんのプリンターから印刷できます。このようにしてですね、勉強してください。例えばここにこれから寒い冬到来って、到っていう字の書き順がないですね。これは小学生で習う文字以外だということですね。6年生まで習う漢字は全て書き順を振ってますので、これは小学校では習わない漢字だというふうに把
判断ができるわけです。以上このようにしてですね、天神花道の勉強できるようになっておりますので、ぜひご活用してみてください。でこれを毎回ですね、教室に、1枚丁寧に清書してお持ちください。この清書した用紙と、ノートを持っていただくと、この清書用紙の中で特にうまく書けてない文字に対しては抽出して、ノートの方で再度私が手本を書いて皆さんに渡して、美しい文字を身につけていただくようにご指導しておりますので、どうぞよろしくお願いします。